見えてます？大丈夫です。なんか縦横が変な感じになってるけど。横にしてます。それこれ横になって縦のがいいですか？いやいや、どっちどうなんだろう。縦にしましょうか。ありがとうございます。はい、すいません。お忙しいかどうかは分かんないですけど。僕からちょっと紹介しますね。はい、お願いします。はい、指揮者の三橋恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか僕もこういうバトン乗りなんか初めてで、何していいのか分かんないんですけど、でもなんかまあこのコロナの期間どう過ごしてるとか、はいはい、まあ、こうそういったことを中心にお話しできればと思っています。お願いします。なんか変な感じ、こうやって話すのもだってなんか、そうよ、久しぶりだって、もう約1年前ぐらいですよね。で、夏なんかそう、そうそう、指揮者ばっかりで1回集まってなんか騒ぎましたよね。いろんな話した時にやるよ。すごい変な感じ。このコロナの毎日どう過ごしてます？なんか、うん、そう、一応はい、なんかしなきゃなって思って、はいはいはい、まあ、普段できない、ま、なんかでも勉強するっていうのもなかなか難しくて、ね、普段できない、まあピアノ触ったりとか、うん、あとなんか今多分一番やってるのは、はい、なんか去年の終わりくらいから、はい、あんまり経験したことのない弦楽器を始めたの。おお、すごい。それもすごいなんか変な話で、はい、私たちこうよく学校公演とかで指揮者体験とかやるじゃないですか。あ、やりますやります。ね、ね、あのお手本の時に、はい、こうプレイヤーの方に振ってもらったりとかっていう、あ、すごい無謀なことやるじゃない。はい、やりますやります。でそれをなんかいろいろやってたら、なんかそのうち、はい、いや君も弾いた方がいいよみたいな始まって、いやいや無理ですよって、オケの楽器そんな全然私経験ないしできないとか言ってたら、初めこう打楽器の方とか教えてくれたりとかしてたんだけど、はいはいはい、なんかやっぱりすごいなんだ、申し訳ないじゃないですか。できないって。こっちが無茶振りする一方だとね。そうそうそう。でもちょっとちゃんと腰を据えてやった方がいいんじゃないかみたいな話になって、でも楽器ないしと思ってたら、私弟がいるんだけど、うん、普通の別に音楽家じゃなくてなんだけど、大学のサークルでなんとオーケストラをやっていて、でそれもう卒業して長くて、家に使ってないチェロがあったの。おー、チェロすごい。なのでそれをじゃあ始めようってなって、去年の年末ぐらいから始めようと思ったけれど、やっぱ忙しいからさらえないじゃないですか。そうですね、そうですね。ね、だからなんかもう半分眠った感じで家にあったのを、今すごい時間があるから子供がやるなんか本当にチェロ教本の一巻からやるみたいな。でオンラインでレッスンしていただいたりとかして、すごい新しいなんか経験をしている。じゃあもう毎、まあ、ほぼ毎日チェロと接する時間を作ってるってことですか？もうそう、大体なんかこうなんか、うん、本当初めの1ヶ月とかやっぱ精神的にもきつくてあんまり音楽できなかったけど、まあ、先月とかは基本的にもルーティン決めてピアノを弾いてチェロを弾いてヨガをしてみたいな、うん、じゃあ今度僕が指揮やって、で三橋さんがチェロでなんかコンチェルトやります。殺される、いろんな人に殺される。とんでもないね、もう本当申し訳なさすぎる。いや、もうなんか本当はなんかこうプレイヤーの方たちへの尊敬の念がさらに湧いた感じが強くなった。そう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 。でもやっぱなんかこうあれですか、例えばそれで指揮者として楽譜をスコアを読んだりとかすると、やっぱチェロを自分が始めたからこそなんかこう、うんうん、見えてくる景色みたいなのはちょっと変わったりするんですか、やっぱり。
なんか、カセさんって鍵盤やっぱり、ピアノ始めピアノと、あとクラリネット、高校クラリネットで入ったんですよ。私もなんか小学校の時に金管バンドとかには入ってて、なんとなく管楽器のイメージとか、あとまあ鍵盤とっていうのはあったけど、弦楽器っていうのは本当にもう不真面目な副科しか経験してないかな。僕もそれから考えるとやっぱりこう視点も変わるし、こういうのこうなんだみたいなのが、まあ、本当にもうわずか、うん、なんとなくこう加わっていくのかなっていう感じは、うん、まずそのチェロって楽器が偶然あったっていうのがいいですね。そうね、本当になんか全然使ってなくて、うん、そう、しかもなんかずっとやっぱりだから調整もしてないからすごい大変な状態だったけど初めは、うん、それはすごいなんか、まあ、幸運だったし、まあ、こういう時間がねできたっていうことはある意味まあプラスだったのかなというふうにも思うけど、確かに僕も、まあ、ピアノは本当に旅が多いとさらえないから。そうだね、本当にそう。ピアノは毎日なんかもうなんだろう、必ず触るようにはしてて、うんうんうん、それとやっぱあれですね、ほらあのだんだんこうこの生活、僕3月の終わりに本番があって、そっからもうあのずっとないんですけど、あの逆にじゃあこれでコロナが収束とか、まあいい方向に向かってこの体力で式台に乗れんのかなっていうのも怖くて、そうだから毎日ねちゃんと運動と5キロから10キロ走ったりとか、うん、まあすごい。でもこれから梅雨に入ってくるじゃないですか、だんだん。はいはいはい。今日もなんかちょっと天気ジメジメしてるけど、うんうんうん、だから本当につい1時間前ぐらいに届いたんですけど、うん、あのエアロバイクも買いました。おおすごいそうすごい。とにかく体力、ね、体力はやっぱ心配になりますよね、指揮者的にはね。本当に筋トレとかはしてるけど、あんまり走るの好きじゃないからあ筋トレしてヨガしてみたいな感じかな。でもなんか1年前約1年前に一緒に飲んだ時もなんか運動してからいらっしゃいましたよね。あ、そうそうそう、ジムに行ってたっていう話ねまだあの今はまあジムに行けない状況ですけど、まだそのジムトレは的なもの、ずっとやってるやってる、素晴らしい、うん、なんか腹筋割ろうって言ってましたよね、お互いね。そう、お互い。腹筋はね、でも僕、なんか、あの、ほら、タニタの体組計みたいのあって、うちに。うん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 。で、携帯と連動して。うんうん。僕、そんなに自分でも太ってないと思ったんですけど、なんかね、やっぱり経肥満って出るんですよね。でもなんか、それがね、本当にすっごいムカついて。そう、だから、もうね、お酒もやめたし。おお、すごい。で、そう、運動して、うんうん。で、なんか、野菜とタンパク質取ってみたいな。うんうんうん。そう、でも、なんかこう、毎日、ずっと、まあ、たまに食料の買い出し行く以外、まあ、ずっと毎日家にいるじゃないですか。うん。それと、なんかもう、ご飯だけが楽しみなんですよね、本当は。ね、本当、そう、本当はそうね。なんかそこをなんか自分でこうなんだろうちょっとこう何タンパク質と野菜っていう風に宣言しちゃったから、うんうん、すごい毎なんか毎日ねこうひもじい感じがしますでもほらお子さんもねそろそろそうそうそうやっぱね健康じゃないとそうなんです。だからねもうあともう少しでパパになるなんて全然想像がつかないですけど、おーね、なんかきっとでもいろいろなんかすごいあの練習してる様子を SNS で見て、そう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 、あのぬいぐるみそう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 、かわいいなと思って、いや本当はなんか両親学級みたいなの申し込んでて、うんうんうん、で当たってたのでそこでいろいろ
習うはずだったのがやっぱりこういう事態で、やったので、でもそうなったらもう自分たちで自力で本とか見ながらやるしかないっていうので、まあほら時間はたっぷりそれこそあるから本当に。でもねそれは、まあ、ある意味プラスにしようと思ったら永遠に勉強できちゃうじゃないですか。ねえそうね本当に。でもまあだから夜はだいたいそういう子供関係のことをやろうと、毎日を過ごしているんですよ。ねえ、本当なんか、こんなに旅にも行かずずっと家にいるって多分ないことだよね。そうですよね。だから全然こんな事態になると思ってない時は、なんかこう育休とか欲しいなとか思ってた。もうなんか自動的に育休になったじゃないですか確かにそう。でもほら我々ってあんまりなんかこういう話してるのか分かんないけど、本番やるとお金入ってこないじゃないですか。そうなんですよね。なんかやっぱりすごいそこってシビア、めちゃくちゃシビアで、まあうち賃貸だし、もうどうやって、まあまあまあ貯金があるからそこから切り崩しますけど、そこら辺もちろんニュースとかではお店がその休業で家賃が払えるとか、なんかあのそういうのって、それに対してのじゃあ保証金みたいなものとかっていうのある、これ指揮者って案外なんかそう指揮者って無力だなっていう話をしてて、やっぱりすごいあのね教えるとかもやっぱりないし、ね、さっき言ってたオンラインレッスンとかもできないし、ね、なんか何かを配信することもできないじゃないですか。ね、本当人がいないと何もできないから。でしかもなんか私は2月の終わりの本番が最後で、おお、じゃあもう3ヶ月近いやってないから、そうそう、もう2ヶ月半全然指揮をしてない。指揮棒よりも包丁握ってる時間の方が長いっていう。あ、まあ、圧倒的に僕なんかこんなんで本当にどうなるんだろうなっていうのはやっぱりね、すごくそこはね、私たちができることってどれくらいあるのかなっていうのはすごく思うことはあるけど、だから復旧欲しい欲しいとか言ってなんかこう言ってたけど、今とにかく早く仕事を僕に授けてくれないと子供を養っていけなくなっちゃうからそうか、確かに。いやいや、そうだから、うん、でもそのどうですか、まあ約2ヶ月半そういう生活をまあ強いられるようになってしまって、モチベーションをどう毎日キープしてたりとか、っていうのはどうなんか方法とかこうなんかあるんですか。なんか難しいですけど、なんかこう仕事をしている時とまたなんか多分全然こう切り口を変えないと、その気持ちの保ち方っていうの難しいんだなっていうのは日々感じていて、でやっぱりこういろんなニュースだったり何か接するものだったりでこう気分ってどうしても浮き沈みに、ね、ね、するじゃないですか。まあ、その中でなんかもう本当最近だけど一つだけ気をつけてることは、なんか今日新しくできることを増やそう、一個何でもいいかっていうのを思ってて、でそれは別にそのすごい頑張ってポジティブなことじゃなくてもいいわけ。なんかこう一日ぼーっとすることができるようになったとかでもああ、だからそのポジティブにこう全部を捉えていく、そう一つ何かで、ね、それがもう別になんか昨日弾けなかった曲が弾けるみたいなプラスなことでもいいし、そうじゃなくてなんかこうゆっくりリラックスするっていうことを許容できるようになったとかっていうことでもいい、何でもいいんだけど、何かこう昨日できないかったなんか一個できるようになったみたいのがあったらいいなっていうのが、なるほど、
なんかあんまりほらぼーっとしたりとかできない人たちでしょ。そう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 、あ、そうですね。なんかだから、あ、スコア開かなくても穏やかな日があるんだ、でもいいんだと思う。なるほど。じゃあちなみに、まあ今日はまだあれだけど、うんうん、昨日できるようになったことは何ですか？昨日はね昨日はできなかった重音がちょっと弾けそうな気配っていう。テロね。テロテロ。いやでも確かに一個一個そうやって意識してポジティブとか、うんうん、こうだらっと何も考えずに過ごすんじゃなくて、一つ一つにそうやって意味を持たせて、うん、行動したりっていうのは結構僕そうですね、いいなと思いました。なんかすごくやっぱり、なんだろう、やっぱり出口があんまり見えないから、みんなこう区切りもつけづらいし、目標も持ちづらいっていうところってすごい苦しいところがあるので、うん、そういう意味ではなんか何でもいいからっていうのに、うん、なるかな。ちょっと僕それいただこうかな。いやそんな大したありじゃないんだけど。モチベーションはそうですね。でも、うん、ほら僕も最初のうちは。なんだろう、ずっとこう、まあ、僕大体1曲を初めてやる曲だったら3ヶ月かけてこう勉強するんですけど、ずっとこう計画的に3ヶ月3ヶ月って追っかけてきた本番がことごとく中止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 ってなると、うん、まあ、最初ポッキリ心が折れるじゃないですか、うんうん、でその後訪れる症状としてはまだ この本番は生き残ってるけど、果たしてこれ勉強してで中止ってまた言われた時にさらにポッキリ折れるのが怖くなってくるんですよね。あー、わかる、すごいわかる。そうだけど、じゃああんまり勉強せずにうっすらしとこうかって言ってやりますってなった時のピンチもやばいじゃないですか。はいはいはい、はい、だから最初なんかもうそれで、あ、また中止また中止って言って、うん、なんかこう鉛筆でたくさんいろんなこと書いたりとかして愛着のある楽譜を棚に戻す毎日が続くわけですよ、うんうんうん、だけどようやくでもここ1ヶ月ぐらいで、まずはね、あのすごい遠い本番の曲をまずさらうようにしたんですよね、1年半後のオペラ、うん、それすごい。そう、1年半後のオペラだったらまああるだろうみたいな。はい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 。でもまあオペラだったらね、その勉強に時間もかかるし、うんうん、だからまずそこを、それでまずモチベーションをちょっとずつキープしていって、うん、まああとはなんかあれですね、僕の弱さだったと思うんですけど、本番があるから曲を勉強してるっていう考え方がそもそもダメだなと思って、やっぱりなんかもうその作品をと携われてるだけで、楽譜と、まあ、まあ音は出てないけど、うんうん、まあ、それだけで貴重な時間だし、うん、っていう風にしてだんだんこうモチベーションを上がるわけじゃないですけど、こう、常にここでキープできるようには、うん、あーすごい、でもそれは強いな、うん、できたかな。なんかこう携帯で SNS とか見てても、まあ楽器の方とかはね、やっぱり弾いてなんぼだからいろんな配信をしたりとかしてて、うんうん、じゃあね、そのこの前さきやさんとの動画でも言ったんですけど、じゃあなんかピアノ1曲ぐらい配信しようかなって言って、それはまた違うじゃないですか。やっぱそれでお金をもらってるプロの人たちにはそれは失礼だし、うん、そうそう、そこはやっぱりその私たちの、まあなんね、できることっていう範囲をちょっと超えてるかなっていうのは、そうそう、だからまあでもようやく、だから本当にこの生活に慣れ始めたのはここ1ヶ月ぐらいで、うーん、うん、3月末まで仕事をしてたってなると、やっぱりもう4月はいろいろこう、うん、整理をつけると難しい1ヶ月だったんじゃないかなっていうの、そうですね、なんかとても大変、まあ本当にさっきおっしゃったみたいに出口がまだ見えないし、
まあひょっとしたらね、今年はもうコンサートできないかもしれないぐらい思ってるので、うんうん、でもまあ相手がウイルスじゃないですか。そうだからまあ仕方がないっちゃ仕方がないですけど、うん、そうでもなんか個人的にはこれだけこうなんです我慢を強いられた、うん、長いのって今までなかったので、うん、まあ本当にコンサートがまた開催できるようになったら、うんうん、自分ってどれぐらい変わってるメンタル的にも、まあ、もちろん音楽的にも、うん、っていうのはすごいある意味楽しみではあるんですけど、うんうん、ですね。こうだって長引けば長引くほど三橋さんどんどんチェロ上手くなっちゃいますよ。そこですか。え、なんかあれオンラインとかでレッスンを受けたりしてるんですか、チェロ。オンラインでレッスンそうしていただいて。あーすごい。そうなんです。じゃないともう全然何も、もう右も左もわからないからレッスン受けてる感じなんですけど。いいなぁ。僕弦楽器ないもんな家に。でもね、ちゃんとそれだけこう、でもあのスコアを見るモチベーションがあるっていうのは私は逆に羨ましい。まあそうですね、でも最初は無理くりでしたけどね、こう無理して無理してそこを持ち出した、うんうん、でもなんかそれが1週間2週間続けていくともうなんか生活の一部になってきて、うん、なんか苦しくは思わなくなってきて、うんうんうん、ほらやっぱりスコアでいろんな発見を自分で していくとほらどん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 まあね、あの乗ってくるじゃないですか気持ちが、うん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 、でまあ1年半後のオペラだしとか考えるとまあこれは身になってるだろうみたいな。そうね、そうね、確かに。そうか、その先すごい先のも勉強するっていうのはちょっと私も見習おう。そう、1年ぐらい、1年後から2年後ぐらいまでのやつを先にこうまあプログラムがもう決まってるものがあったらもう読んじゃおうみたいな。うんうんうん、それはいいですね。そうっていう過ごし方をしてますかね。そうなんですよ。いやいや、どうですか次のなんかあれですか、なんかこの人にバトンを渡したいなみたいなのってあります？次ね、どういうこれは経路で、なんかさっき屋さんの前の、あの同じベールズカルテットのチェロの富岡凛ちゃん、あの今読み教のチェロの、うん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 、でその前が確か見た限りだと東京のチェロの古川さんとか、はい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 、あ、どの辺なんだ、結構最近な感じなのね、うん、みたいです。僕も突然タキヤから、うん、あのやろうよって言われて、うん、何も分からずやってでどんな感じの人がいいんだろうなと思って。誰でもいいです。なんか僕もこの前のさっきやさんとの動画では、うん、指揮者ばっかり集めて、なんか試合対談でもしようかなって言ってたんですけどいやまさか一人だとは思わなかった。今日なんか開けたらでいっぱいいるんだろうなって思ってなんかこうそれを僕がもうまとめるのが絶対的にしんどいと思ったんでなるほど、そうか、複数人はそういうちょっと大変さもあるのね。思ってます。僕はなんかだから逃げました、そっからは。うんだから期待してますいや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 なんか指揮者で続いたから指揮者はなんかちょっと、うん、じゃなくてもいいと思います。なんか2つ道を考えていて、うん、か1つは今楽器指揮者ってきたから歌い手さん。あ、いいですね。でもう1つは、うん、オーケストラの裏方の人たち。あ、いいですね。事務局とかね、はいはいはい、どっちが面白いかなそうですね、どうなんだろう。歌い手さん、僕のこれ勝手なイメージですけど、うんうん、歌い手さんに回すと
ある一定期間多分ずっと歌い手さんで回っていくと思うんですなんとなく。なるほどね、そっか。じゃあちょっとオーケストラの道を探ってみようかな。全然まだ演出家とかでもいいですか。演出家。あー、なるほどなるほど、それも面白そうですね。そうですね、で、まあ、一応でも音楽関係、音楽家、音楽関係で業界の人ってことなのかな。そこはもう三橋さん の, あのセンスでお願いしますなんか非常に重いバトンを受けたこれで僕は肩の荷が下りましたのでこれであとはだいたい、じゃあそのなんか概要みたいのはまたじゃあ詳しくは。そうですね、なので、うん、まあ、最初にあの自分がバトンを渡す人の紹介をして、ええ、あとはまあ本当にざっくばらんに三橋さんが聞きたいことをあの聞いてっていう感じでいいんだと思います。僕も何の何ですか台本もなくあ の, の ま, まるで飲み会のように喋ってるのでこんな感じでこんなんで良かったんだろうかっていういや 大丈夫ですよ。わざわざあれですよね、お化粧してくださったんですよね。もうなんかお化粧の仕方、なんかあれじゃないですか、川下さんもすごいひげ伸びてるけど、もうなんか外に出る出方を忘れてますよね、私たちね。いや、そうそう、ね、ほら、マスクしてるからさ、ここなんて誰も見ないじゃないですか。だから、もうひげなんか剃らないっていう話なんですよね。そう。分かる。だからもうこっから上さえちゃんとしとけば。そう。いいかな、みたいな。そうなんです。ねえ、もう、そうか。じゃあ、はい、次の誰にこう回すかを僕も楽しみにしておりますので。はい、はい、じゃあ、頑張ります。今日はわざわざメイクしてくださってありがとうございます。そこあの、いつかチェロ協奏曲を共演できることを楽しみにしてやめてください。というわけで三橋恵子さんでした。ありがとうございました。さようなら。さようなら。